私たちはプレアデス7人評議会です。私たちは人類に非常にコミットしており、最初からそうでした。私たちは人類とつながっており、また9次元の人間であるため、あなた方がどの瞬間にどのような波動レベルにいるのかを正確に知っています。つまり私たちは肉体を持っておらず、私たちが望むあらゆる意識に同調することができるのです。私たちもかつては肉体を持っていて、あなた方の惑星に、現在この惑星に住んでいる肉体を持った存在たちが種をまくのに参加したのです。私たちは地球上で皆さんの周りのすべてに貢献してきたわけではありませんが、それなりの貢献はしてきました。2月に入るとさらに多くの銀河のエネルギーがやってくることを期待してください。銀河のエネルギーはより多くのコンタクトに備えるためにやってきており、あなた方が星から来たことを思い出させるためにやってきているのです。あなた方は皆何らかの形で私たちの星系にルーツを持っています。夜空を見て、もし夜空に私たちの星系を見ることができたら、私たちが提供するエネルギーに自分自身を開くことで、自分の中にあるプレアデス人のものにもっとアクセスすることができます。この美しい銀河系で2月の間に人類にトランスミッションを提供するのは私たちだけではありません。あなた方はより多くの地球外 DNA を整列させ奉仕するためのアクティベーションとアップグレードを受け取るでしょう。あなた方は自分自身を全体的な存在として知るように運命づけられています。多次元の存在として自分自身を知るように運命づけられているのです。あなた方は自分自身を集合体として知ることを運命づけられています。あなた方はあなた方の魂であり、したがってあなた方から見ればすでに生きてきた他の人生もすべてあなた方の人生であり、別の見方をすればそうではありません。あなたがそこにいるのはその人生を生きるためであり、あなたの他の側面が行っているすべての人生から恩恵を受けるためなのです。だからあなたはただあなたの他の側面が負っているカルマの負債を返済するためだけにそこにいるのではありません。あなたはまたあなたの他の側面が得たすべての良いカルマ、すべての素晴らしい贈り物や能力から恩恵を受けるために存在しているのです。ですから2月はあなたの断片をどんどん元通りにしていく月なのです。そうすることであなたは自分自身を丸ごとの自分として知ることができ、そのような自分としてもっと活動できるようになるのです。これは明らかにあなた方の意識をよりホームに近づけ、ソースエネルギーの存在としてのあなた方の本当の姿に近づけるものです。それは地球で生活している肉体的な人間である自分よりもあなた方がどれほど多くの存在であるかを思い出させてくれるのです。私たちはまたこの送信を受け取っているあなた方の何人かが、今月末までにあなた方が望むコンタクト体験をより多く期待できること、そしてあなた方の多く、ほとんどではないにせよが、今月末までにコンタクト体験を期待できることも知っておいてほしいと思います。私たちは皆銀河系全体で起こっているこの出会いに乗り出しています。私たちは皆それに貢献し、それが最も簡単で最も楽しい方法で起こるようにするために自分の役割を果たすつもりです。私たちはプレアデス7過酷最高評議会であり、皆さんのことがとても好きです。以上です。